いや参りました。今戻ったんですけれども、さっきいつも言ってる上がりのコース8セットやって、まあ、16本上がったんですけれども、まあだいたいエスカレーション830ぐらいですけれども、まあ走行時間にして約1時間そのものなんですね。まあ、距離もそんなないですし、ただ1時間の間かなり信号もなく、まあ、クリートから足を抜くってことがまずない、クリートから抜くことはないんですけれども、さっき8本目、上がり入りからまあ頑張って片手運転で、動画撮影をしたんですけど、やっぱりですね、これ今でもこのスイッチの押し間違いをよくやるんですけど、まあ、それをやったせいなのか、多分このどっかで動画のスイッチを押してしまったらしく、途中で撮影が止まってましたっていうことですね。まあ今日この間とは違って、今日やったのは400ワットを切らない形、400ワットアップで8セット16本頂上まで上がるっていうのをやってみたんですけれども、まあ現状自分の、まあ、58歳の普通の素人のおっちゃんですけど、まあこれ FTP とかって今いろいろやってますけど、まあ、過去自分もまあパワーメーター最初に使ったのはもう高いお金払ってSRM 入れた時はあったんですけれども、まあ、そんな時代はもうとっくの昔で、まあ、今はもうこういうなんていうんですか、安いパワーメーター、まあ、こっちもそうですよね。こんなのただのクランク型の 4i なんで、まあ、こういうので使って、まあ、また再びパワーメーターやって、まあ、どうなのかなって今やってますけれども、まあ、今日はそんな中で400申し上げたように、アップの形下回らない形で16本やってみました。まあ現状自分のよくFTP の数字どうとっていう方いらっしゃいますけど、まあ現状自分、まあ、はっきり正確なローラー台に入ってやるっていうのはやってないですけれども、まあ、端折っておよその FTP を割り出してみたんですけれども、もう楽勝で300なんかないですよね、当然なんですけど、おそらくあって260から70、そんなレベルだと思います。あってですよ、これ正確にやったら250下回る可能性だってあるんで、まあそんなこう希望的観測260だったとしてですよ、まあこれ100ワットアップだと360、70、さらにアップして400を割り込まない形で、まあ今日言ってる上がり、だいたい下から約700から800メーターあるんですけれども、まあそこの上がりを400アップで維持して登っていくっていうことをかける16本、これはですね今日やって分かったんですけど、まあ、かなりきついですね。で、まあ、昨日のこの52の14、まあ、3.71 ですけれども、まあ、3.71 かけて昨日境川で結構自分なりに下ろしてやってみたんですが、明らかに今日は足に来ててですね、8セット16本やるのもかなりきつかった感じでした。まあそんな中で、まあ、400アップの形で、今日はこのいつもの SSR じゃなくカーボンに乗ってやってみましたけど、まあ
400アップ維持して16発やるって結構辛いんだなっていうのを今日分かりましたね。まあこの普通のおっちゃんで、まあ、250ちょっとしかぐらいしかないような FTP の値の貧脚がですね、まあそんなことやってじゃあ何するんだっていう話になりますけれども、まあ自分の場合はこうあくまでもリンドツーリングだとか楽しくやれればいいというふうに思ってますんで、まあこういういつも乗ってるフィックスのランドナー、こういうので自分のその行きたいルートにちゃんと行けるぐらいの足ですね、まあ、エンジン、まあ、それがあるとないじゃあやっぱりツーリングの楽しみが違ってくるので、まあ自分の場合はまあレースでどうのこうのっていう時代はもう過ぎてしまったので、こういう自転車でですね、なんとか楽しく林道ツーリングができればいいかなというふうに思ってるんですけれども、まあ、そのためにはエンジンがいるっていうことを自分は昔からずっと思ってますけれども、そのエンジンを維持するために、今はこのパワーメーター、いろんなパワーメーター今出てきてますけれども使ってます。まあ小難しいことは抜きにして、まあ、一つ言えるのはここ数字が出てくると、まあ自分みたいなヘタレでも励みにはなることは確かなんですね。まあ、ですので、何かこう少しでもエンジンのレースはやらなくてもエンジンの性能を維持したいという方には、まあ、自分は個人的にパワーメーターっていうのは意義があるものだなっていうのは、まあ、このマージンつけて初めて認識しましたね。もうこれつけるまでは SRM 以降パワーメーター素人がつけて何するんだよっていう風なのが、まあ、実際本音でそう思ってたんですけれども、まあある種今パワーメーターファッションになってますけれども、そうじゃない使い方もあるのかなっていうのは最近思い始めてます。今日も、800m ちょっと上がった感じですけれども、そんな感じで1時間乗ってみた感じです。以上でございます。